通話対話システムと題しまして、自然言語処理研究室の井上夢人が発表いたします。と今回参考に した書籍はこちらの2冊です。とこちらが発表内容です。とまずはじめに対話システムがどのような歴史で、まあ、できてきたかっていうのと、その対話システムの説明で、まあ、用いる、まあ、発話っていう単語が、まあ、どういう意味を持っているのかっていうことで、次にその会話の公理っていうものがあって、まあ、その説明をして、でその質問応答っていうものを説明で、最後にその応答文、応答生成で今どんな研究が行われているかっていうのを、まあ、軽く説明します。まずはじめに、まあ、対話システムの歴史を説明します。対話システム、まあ、は、今までたくさん、まあ、作られてきているんですけども、その中で今回はこちらの4つを簡単に紹介します。まずはじめにこのイライザという、まあ、対話システムを説明します。こちらはその精神療法における、まあ、カウンセリングっていうものを模倣して、まあ、できたシステム、対話システムです。でこちらのイライザはその対話者の発話の中身を理解するわけではなくて、単純にその文のを、まあ、ルールに従って対話をただ続けていくっていうようなシステムです。まあ、こちらにルールの例があるんですけども、例えば発話に always っていう単語が含まれていると、まあ、下のような文を返すっていったような、そういうルールだけを使って、まあ、対話を行うというようなシステムです。でこちらは何か特定の話題に限定されるシステムではなく、まあ、話題を限定しないシステムであって、まあ、そのことを、まあ、オープンドメインなシステムというふうに言います。でまたこの特に中身を理解せずにただ会話を対話を続けるっていうことで、まあ、目標を持たない、まあ、対話システムであって、まあ、これをこのことをキータスク思考型対話システムというふうに呼びます。次にシャードルという対話システムについて説明します。こちらは先ほどのイライザとは違って、あのロボットアームによって積み木を操作するといったような用途に限定して、まあ、使用する、まあ、対話システムです。でこちらは先ほどと違って、その実際に積み木を操作するっていう作業があるので、まあ、理解っていうものをあの行おうとしているシステムです。でまた積み木なので、これまでの操作っていうものが状態として状態に変化を与えるため、まあ、その状態変化まで把握するシステムで、であとその積み木の操作で例えばこれとかそれっていったような、まあ、表現が出てくるときに、その小の表現っていうものを解釈するシステムです。でこちらはあらゆる対話を行うわけではなくて、そのロボットアームによる積み木の操作に限定した、まあ、システムであるため、まあ、このようなシステムをクローズドドミンなシステムというふうに呼びます。でまたこちらはその積み木の操作を行うといったような 目標を持つシステムなので、まあ、タスク指向型対話システムというふうに呼びます。で次に ATIS と呼ばれる対話システムを説明します。こちらはフライト情報をまあ、案内するシステムで、これまでのものは全て、まあ、キーボードなどからのテキストの入力だったんですけども、こちらは音声による対話を行うシステムです。で音声を用いることで、その指示を、まあ、テキストじゃなく音声に置くことによって、まあ、簡単に行うことができます。でこちらはそのフライト情報といったような話題を一つに限定しているシステムで、まあ、こちらも先ほどと同じようにクローズドドメインなシステムと言えます。でまた目標、そのフライト情報を与えるといった目標を持っているので、タスク指向型対話システムとなります。で最後に Siri と呼ばれる、まあ、対話システム説明です。こちらは携帯端末の操作と、まあ、質問応答を行う、まあ、サービスで、先ほどのイライザだと対話、あの雑談対話といったようなものがあったんですけども、こちらも搭載していて、でまた
その音声の対話っていうのも行うことができます。でこちらはその携帯端末の操作っていったような、まあ、タスクを行うっていったような側面と、また雑談対話っていったようなタスクではないままその動作っていうのも両方行うようなシステムです。で次に発話、先ほど出てきた発話について説明します。そう、ここで言う発話というのは何、その例えば下にある日曜日は暇ですかといったような文章だと、まあ、単純に日曜日が、まあ、暇かどうかっていうのを単純に聞いているっていう意味だけじゃなくて、その裏に隠れている意味に例えば日曜日に遊ぼうといったような、 そういったその文字に現れない、まあ、その深い、なんていうんですかね、裏の意味といったようなものも含めて、まあ、発話というふうに言います。でその発話ではその意思の表明っていうのが行われていて、例えばこちらにあると、まあ、日曜日の遊ぼうだと、まあ、勧誘といったような、まあ、表あって、例えばその他にも、まあ、下にある依頼とか命令、約束、宣言などといったような意思の表明を含んだのが、まあ、発話という意味です。で先ほど説明したようなその表面上の文字だけ見て、まあ、意味を伝えるのではなくて、その裏に隠れている、まあ、意味っていうものを伝達する目的、伝達する行為を間接発話行為というふうに言います。で先ほどの例で言うと、そのエアコンを入れてっていう間接的な意味を伝達するために、そのちょっと暑いねっていったような、まあ、文があるっていうふうに考えると、そのちょっと暑いねっていう発話はその間接発話行為というふうに言います。でまたその間接発話行為が、まあ、表そうとしている間接的な意味っていうのは、まあ、会話の含意っていうふうに言います。でその発話っていうものは、その前、あと前の文章であったりとかなどのその文脈への依存度が大きいもので、まあ、扱う上ではその文脈から切り離して考えるといったことはできません。でその文脈に基づいて、その発話がどういったその表面的でなく、その先ほど の裏に隠れている意味っていうものを扱うかっていったような分野を語用論というふうに呼びます。で次にその会話の効率っていうものについて説明します。その会話の効率っていうものは、まあ、この上にある4つを、まあ、まとめた言葉で、まあ、どれも、まあ、量の効率、質の効率、関係性の効率、様式の効率っていうふうに、まあ、その右にある説明のような意味があって、その会話においてはこの4つの原理を満たしているはずであるっていう考え方を協調原理というふうに言います。でこれがどこに使われるかと言いますと、その会話というのはその先ほどの考慮を満たしているはずという前提で考えると、もし何か考慮に反しているように見える発話であっても、まあ何かしら意味があって、理由があって、その反しているように見えていて、実際は考慮を満たしているというふうに考えます。例えば日曜日は暇ですかといったようなに対する応答として、月曜日に試験があるといったような返答の場合、まあ、文字表面上の意味だけ見ても答えになっていないですけれども、ただ裏の意味を考えると、まあ、これは勧誘、あの日曜日は暇ですかっていうものは勧誘で、その後の月曜日に試験があるっていうのはその勧誘を断っているっていうような、まあ、裏の意味を考えることができます。で次に質問応答について説明します。例えば富士山の高さは何メートルですかといったような質問があったときに、その質問に対して答えを明確に、例えば、まあ、3776メートルであるといったような具体的な明確に抽出して答えるっ
といったようなタスクが質問応答です。でその中でも、まあ、先ほどのように具体的なその事実を問うような質問、まあ、この例の質問のような質問が事実型質問というふうに呼びます。で事実型質問をに対してその応答質問応答を行う際には、まあ、大きく分けて4つの、まあ、流れ下の流れになっていて、まず質問文から回答のタイプを推定ということで、例えばこの文この質問で言うと何メートルですかっていうふうに聞かれているので、まあ、答えはおそらく、まあ、例えば10メートルとか500メートルとかっていうような、まあ、答えになるだろうっていうふうに答えを推定します。で次にこの上の質問をクエリとして、まあ、情報源から情報を検索します。でその検索してその答えになる候補っていうものをいくつか出してきて、その候補から候補にランキングを行って、まあ、一番良かったもの一番最もらしい答えを出力するといったようなシステムです。でこちらは、IBM 社のワトソンというシステムに実装されているものです。で最後に応答生成における今行われている研究というものを軽く説明します。応答生成の研究では今エンコーダーデコーダーモデルといったものを使用した応答の生成の研究が行われています。でこちらのモデルで応答生成を行う際はまずエンコーダー前段のエンコーダー部分で入力発話を1単語ずつ入力していって、で一つのその入力発話を表現するベクトルにした後そのデコーダーに入れてまた今度は逆に1単語ずつ応答を出力していくというような使い方でそのエンコーダーのデコーダーモデルというのが使用されます。こちらはそのUI ネットの特徴であるその流暢な文が生成可能であるというような特徴を持っています。以上で発表を終わります。